皆さん、こんにちは、えー、本日もねやっていきたいと思います。えー、今日はですね2022年シーズン、えー、各チームのブレイク候補ということで、まあ、プロスペクト、そして若手のね、えー、選手の中から、えー、2022年にねさらに活躍するそしてまあメジャーに上がってきてね活躍するという候補の選手を、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、まずオリオリリルズですね、えー、アンンドリーラッチマン 現在ナンバー2のプロスペクトということで2019年のドラフト1でシーズン早々にですね昇格候補ということで、まあ、オリオールズ、まあ、どうですかね、まあ、なかなかこう、ね、勝てないチームになってきてしまっていますけどどうなるかというところですが、まあ、彼がね、えー、まあ上がってきてね、まあ、キャッチャーですからね、まあ、どうなるのか。そしてまあ えー、定着してですね成績を残すようになると、まあ、キャッチャーなんでね、まあ、いいんじゃないかなというところですね。えー、ボストン、えー、ホックですね。まあ、もうメジャー、ね、上がって投げてまして、まあ、あとはね長いイニング行けたら、まあ、先発もやるのかなという感じ、まあ、リリーフとしてはもうううななんかなんて言うんかてでしょうねクリス・セールの右投げ版みたいな感じですよね。要は なんかこう重ねてるね映像なんか確か上がってたと思うんですけど、まあ、スライダー系かな、まあ、あれは素晴らしい球があるので、まあ、リリーフとしてはいいけども、まあ、先発として、ね、投げられるのであれば長いイニング、まあ、4回、5回と投げられれば先発もいけるかなという、えー、ところみたいですねそしてニューヨーク・ヤンキス、えースギルですねルルかなギル、えー、ナンバー92のプロスペクトということでトップ100の中のね92。 で99マイルの、ねまあ、速球そしてまあコントロールが問題というところでね、まあ、それをね改善できれば、まあ、先発でもリリーフでもいけるでしょうということが書いてありましたでまあ、えー、最初ね去年ね出てきたんですけど最初なんか良くてね結構抑えてたんですよねでいいねと思ってたんだけど結局まあ、えー、途中っていうかね、えー、打たれ始めたりしてまあ あれだったんですけどもただ、まあ可能性はね結構見せてくれたかなという感じで期待はできるんじゃないかなと思ってね見てましたけどもまあ、それがまあね今シーズンどうなるかというところですかねそして、タンパ、えー、バズですねナンバー11プロスペクトということで、まあ、オリンピックにもね、えー、出てきてましたよねちょっと投げたと思うんですけども、えー、まあ彼もなんか細いですけどもねいい球投げてて、まあ、ルーキー・オブ・ザ・イヤー候補ということで まあ若手の、ね、勢いのいいというかね、えー、ピッチャーということで、まあ、期待できるんじゃないかなというところですかね、えー、続いてトロントですけどもね、えー、ネイト・ピアソン、えー、かつてはね、まあ、トップ10プロスペクトということで、まあ、期待はされていたんですけど、まあ、毛がちょっと多くてね、えー、なかなかちょっとねっていうところなんですけども、まあ、急速も、ね、まだまだある、ね、出るので、まあ、これからブレイクする可能性はね、えー、あるんじゃないかなと。 いうところですね、えー、ホワイトソックスはコペック、まあえー、去年はですね、まあ、ほぼほぼブルーペーンの感じでまあ、でもいい球投げてたと思うんですよねヒゲ、えー、もなんかかっこいい感じで生やしてでまあ先発もねちょっとやってたと思うので、まあ、先発の可能性もあるんじゃないかということでねまあそれがどうなるか、まあ、ブルーペーンでもいいと思いますけどもでもまあやっぱ先発できるなは先発の方が、まあ、欲しいっていうのはあると思うんですけどもね ただブルペンでもこう後ろを任せられるようなところになるんじゃないかなというピッチングはしているのでね、うんまあ、どっちでもできるかなというところですね。でクリーブランド、えー、ブラッドリー、えーまあ、コンタクト率とかね、まあ、その辺が改善されているのであれば30本以上ホームランが可能なんじゃないかというね、えー、期待があるバッターということで、まあ、期待。 されているというとうころでですよねでまあ、合体もいい感じですからね、うん、まあいきなり30っていうとちょっとわかんないけども、まあ、将来的にはそれはね、可能なんじゃないかなというところですかね。えー、続きましてね、タイガースですけども、まあえー、今回ね、各球団ということで、ね、やっておりますけども、えー、このホワイトボード1枚の中で、まあ、MLB 全体としたらですね、えー その2名がいるんですけども、えー、候補としてね、まあ、その2人がね今回出てきておりますということで、えー、まずねタイガース、トーケルソンですね、えー、まあライリー・グリーンっていうね、えー、いい選手もまあいるんですけど、同じチームに、ただまあトーケルソンの方がね、まあ、メジャーニ行クチャンスは大きいかなと、そしてまあもう、えー、ヒットと、ね、パワーツールは明らかで、ですねチームがそのいつね昇格させるかっていうだけの問題というところで、 まあもう上がるだけの準備は、ね、できていると言われておりまして、まあね、トーケルソン、どうなんだっていうことで、えーまあ記事がね、トーケルソンだけの記事も出てたりしますので、まあ、メジャーの全体的に言うと、まあ、彼がその注目の、えー、プロスペクト、えー、上がってくるですね、えー、2022年シーズンに上がってくるプロスペクトとして注目の中の1人かなと思いますそしてもう1人がです、ね、ロイヤルズの、えー、ボビー・ウィット・ジュニア。 でこちらナンバーワンプロスペクトですね、MLB トップというところで、えまあ、2021年は w ブル A と AAA で OPS936、えー、ということで、で33ホームラン、29盗塁ということでね、えー、もう開幕からいなかったらおかしいだろうということらしいんですけども、ただまあ、サードでのプレーになるんじゃないかというところでね、ショートがいるので、えー、サードでのまず最初はね、プレーかなというところで言われております。なのでまあ えー、今シーズンに関してはですねトーケルソンとボビー・ウィット、えー、どちらかねどちらかというか、まあ、どちらも上がってくるとは思うんですけどどのタイミングで来るのかっていうのがまず楽しみだなというところですねボビー・ウィットなんか去年の、えー、スプリングトレーニングですかねなんかめっちゃ打ったときとかあったと思うんですよその前かな去年かなでもう上がってくるのかなんて言われてたんですけどまあねさすがに 去年は上がってこなかったと思うんですけども、まあ、今年はね、ほぼほぼ上がってくるだろうって書いてありますので、まあ、非常にこのね、2名は、まあ、あのメジャーリーグファンとしては楽しみじゃないかなっていうことですね。で、まあ、このね、チームのファンの方は非常に、えー、楽しみだと思いますしね。うん。なんで、まあ、早いところ上げてもらえたらいいなというところですかね。 えー、そしてツインズ、えー、キリロフです、ねまあ、かつてのトッププロスペクトですけども聞いちゃってな怪我がねまああったということでまあその復帰なんかもあってまだまだこうポテンシャル発揮できてないポテンシャルの割にこう力を発揮できてないということでまあ、来シーズンあ、今シーズンかはね、えー、まだまだ、えー、成長していい数字が、ね、出せるんじゃないかっていうのと、まあ、彼のプレー と何だろうスタッツの、えー、ギャップがあるっていう風に書いてありましたの、ね、で、まあ、いいプレーしてるけどなかなかなんかスタッツ的には良くないよねみたいなねことだと思うんですけども、うん、だからまあまだ、えー、全然ね大丈夫なのでいけるんじゃないかというところですかねはい続きましてね皆さんお待たせというところで、えー、アストロズは、ね、ペーニャ。 まあヒューストンの、ね、SS になる可能性あるんじゃないかというところで、AAA、まあ、で OPS944、まあ、30試合ぐらいしか出てないと思うんですけどもね、えー、まあ可能性あるかなと、でまあその、ねえー、コレアを取るのか、まあ、ショートをどうするのかっていうのがね、ね、まあ、アストローズも問題があると思うんですけど、まあ、もし取らなかったとしたらね、ね彼がまあショート入る可能性もあるのかなというところですね、そしてまあエンゼルス、お待たせいたしましたということで。 えー、アデルですね、えー、2020年のプレーはねトッププロスペクトとして疑問の、えー、シーズンだったということでまあなんてううでしょう本当はねマイナーがちゃんとあればね多分そんなにすぐ上がってくるっていう感じじゃなかったと思うんですけどマイナーがキャンセルになっちゃったからね、まあ、無理やり早く上げたっていう感じもあってまだ準備が、ね、できてなかったと思うんですけどもまあそういうシーズンだったと。 そしてまあ2021年は三振率がね、下がったんでまあ、いろいろとね、こう、メカニック的にいじったっていうことでね、三振率が下がってまあ、それを踏まえてですね、もっとえ今年のシーズンはね、改善されていけばまあパワーとスピードの方がね、発揮できるのでえより良い数字が残るんじゃないかなというところで書いてありましたのでーまあアデル期待したいかなというところとまあともうちょっとね、ホームランが見たいかなっていうね そのトリプル a とかのホームラン数からするとねちょっと物足りないね感じだったので、まあ、もうちょい、えー、パワーを、ね、発揮してもらえたらなというところですかね、えー、そして、えー、アスレチックス、AJ パックですね、まあ、アスレチックスはこの前も言っている通り、まあ、トレードがまあ行われるそして大量に行われる可能性もあるということで、まあ、若手にチャンスが、ね、来る可能性が大きいということで、まあ、ピッチャーの、ね、パックさんがまあえー、ね 上がってってていうかメジャーでねこうローテを入って、まあ、活躍する可能性があるんじゃないかというところですね、えー、そしてね最後にチーム、まあ、今回アメリカンリーグだけということでね、えー、分けたいと思いますね、時間的に、えー、そしてシアトルですけどもケレニックですね、まあ、候補としてねフリオ・ロドリゲスがあ、まあ、いるんですけども、まあ、実際そのプロスペクトからのってなると、まあ、そうなると思うんですけど、まあ、ケレニックがね、まあ、まだ、えー、昨シーズンね ちょっと微妙で成長が見込めるということでね、まあ、ルーキーシーズン全体的には、ね、悪かったということで、まあ、9月に OPS854、7本塁打ということでブレイクの予感がしたということでね、えまあ、まだまだ大きく成長できる可能性を秘めているということで、まあ、ケリニックをえ上げていると思うんですけども、まあ、僕としてはまあロドリゲスかなと、推したいのはね、うん、思いますね。そ、うん、して最後、テキサス、えー、ジョシュ・ヤングですね。 ナンバー25のプロスペクトということで、まあ、テキサスはです、ね、カイナー・ハレフはサードに寄、ね、与するのかということなんですけども、まあ、サードにパワーヒッターを求めるのであれば彼を、ね、起用した方がいいなという感じということで、まあねえー、あとはこのマイナーでね、えー、打ってきているものをメジャーでもこう同じように打つというのは難しいけども、まあ、そこをね、えー、なんとなくこう維持して、えー、対応してね、えー、慣れていければというところでしょうかね。 ということで、本日はですね、アメリカンリーグだけになってしまいましたけども、えー、今シーズンのブレイク候補ということでね、えー、上げてみました、えー、ご紹介ね、しましたけども、えー、次はですね、ナショナルリーグをやりたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、フォロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。